ですけど、ですね、ちょっと3つほど言いたいことがありまして、3つほど言いたいことね。あの、今日、まず1つ目として、今日、この間のね、桃鉄ドラフトの配信の次の日なんですよ、これ。次の日？違う、次の次の日か。はい。で、2日経ってるんですけど、あの時にヒューガー伝説を起こしたじゃないですか。ヒューガー事件ね。ヒューガー事件を起こしたじゃん。あの、それによってですね、僕の喉今日潰れてます。はい。てか、それのせいもあるんだけど、英語のテスト終わったからカラオケ行くかって友達とカラオケ行ったんですよ。その、ヒューガーの喉の後に。で、そこであの、逆光とうっせぇわとロキっていう三大あの、叫ぶ歌を歌ったせいで喉が完全に潰れましたね。その状態で今日撮るんで、あの、声がちょっと変かもしれないですけど、まあ、あ、こいつ変だなって、こいつ声変だなって思いながら聞いてください。はい。っていうのと、次が、なんだっけ、パート64がね、はい、なかったですよね。多分、パート64っていうか、64年目がなかったですよね。あの、本当にすいませんでした。はい。なんていうか、すいませんでした。はい。もう本当ね、もう俺もショックなわけ。なかったの、本当に。なんか、綺麗にそれだけなくて、多分普通に録画されてなかったんだよね。いや、確認しろよって話なんだけど、そんぐらい。いや、うん、でももう保存されちゃってたし、ゲーム側が保存されちゃってたから、もうやり直すのも無理で、はい、本当にすいませんでした。はい、てかすいませんっていうか、もう普通にもうスマホが悪いんじゃねえかなって思ってる。もう俺のスマホね、もうぶっちゃけ6年目、今年で5年目か6年目ぐらいだからさ、まだ iPhone8 だからね、俺のやつ。ずーっと iPhone8 でやってんだからね。5年間。だいぶよ、もう。多分だいぶもうガタが来てるんでしょうね。この間も、充電 60% ぐらいの状態で出かけて、30分後には 1% になりました、充電。はい。なんかもう、普通に壊れ始めてんじゃねえかなって思います、もうスマホが。はい。はい、ってわけですいません、続きからやりますね。なんか3つぐらい話あるって言いつつ、2つしかなかったな。あとそうだ。最近マイクラの更新を全然やってないんですけど、なんでかっていうと、編集がめんどくさいからです、普通に。はい、それ以外の理由は何もないです。ちなみにマイクラ自体はもうすごい進んでるんで、僕の編集の気が向いたら出します。はい、もう本当にそんぐらいです。はい、だからマイクラはやるよ、やるっていうかやってるよ、やってんだけど、シンプルな話、動画の編集が嫌です。はい、マジで誰か代わりにやってくれってレベルです。なんか結構めんどくせえぞ。ガキいるしな。ガキ、なんだかんだガキが一番うぜえ気がすんな。ここまで来ると。はい。じゃあ、そんな感じでやっていきます。うわぁ、カスタマイズがね、刀狩りもね、やばくない？普通に。買いに行かないときついか？これ今何してんの今。全体マップ。みんな近くない？近くない？みんな。なんでそんななんかほぼスタート位置みたいなとこにいんのよ。俺だけじゃん、こんなとこにいんの。増資があと何箇所なんだろう。そうだから、あれのその計算も狂ったからね。64年目なくなっちゃったからさ。だから長崎徳島で2でしょ。もう一回数え直すか一応。あと2、新宮で3。意外とでももうちょいなのかな。3、今3でしょ。あ、おいどんいるわ。おいどんいんのか。ユーザーで4、立山で5、ミッドサワラ宇都宮で8、米沢で9、あと11、もしかしてそんな少ない。もうそんなもんか。もうまさかそんな感じ。サイパンとグアム終わらせたよね、確かね。うん、でハワイは元から終わってるはずだから。あ、マジで、もうじゃあそんぐらいか。全然ねえじゃん、もう。もうちょいだ、もうちょい。意外ともうちょいだ。これ絶対誰か入るやろ、これ。こいつガキでしょ？ガキってタラレバ使う、あれあるんだね。つか、お前のカードの手持ち強くね？お前の手持ち強くね？なんかめちゃめちゃ新幹線シールとか持ってんじゃん。何こいつ、めっちゃ金あるし。大分、大分めっちゃ近いじゃん。
入れねえかな、大分なら。もう逆に新幹線とか使えば無理かな。ちょっと怖いけどね、ちょっと怖いけど、サミット使うのもどうよ。これいけたわ、よかった。いや、よかったけど、いや、ちょっと目的地な、場所によってはやばいぞ、普通にこれ。アッカーシだから、あ、神戸カードとか使えば普通にいい感じになりそうじゃない？ね。あ、増資してくれた、嬉しいな。函館ってでもめちゃめちゃまだあるよね、物件。どうしよう、徳島とか増資する？徳島、徳島とか行っちゃってさ、だ長崎の増資はもう増資カードに任せててさ、あれ1件だけだもんね、確かね。うん、だからそれはもう増資カードでやっちゃって的な、そういうのありだよね、全然。まあ神戸まで行っちゃうか、もうね、神戸まで行っちゃおう。はい、 OK。 そしたらもうあと1マスやからな。また結局全員集合してるしな。もうおめえらなんかすごく強くない？テレポート俺もちょっと欲しいぞ、普通に今。うわ、すごいみんなコロコロ持ってきて入るじゃん。え、めっちゃうざいんだけど、普通にめちゃめちゃうざいぞ、お前ら今知ってる？お前ら今俺にだるいって思われてるよ。いや、そっち、でもこいつ絶対つけに来るやろ。邪魔くさ、邪魔だよお前。どこにあったよ、うんち。あ、あったか、さっきあったわ。でも関東圏ってマジでなんか3カ所ずつ増資してない。そうだね、うん、ここ4つ増資してないから向かった方がいいな。行こう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 。まあ下からでも行くか。いや、なんかカード欲しかったな、あのなんか最大増資だよねみたいな感じでさ、あるじゃん。今ベビーキラー引いた。いや、どうしようもなくね、それは。どうしようか、ガキいるとそういうのがあるから困るな。積んだよね、普通にこれ。あー、でもでも絶対使ってくるやろこいつ。どうしようかな、ベビーキラー。うるさいうるさいうるさい。売り場行くか。とりあえずカスタマイズないとダメだよね。そんなあるとしたら、刀狩りで奪うかカスタマイズで何たらするかで、というかどっちかしないとダメだなこれ。いや、そっちの方がよ。あ、まあでもあれはあるから、なんだっけ、サミットあるから、まあ最悪大丈夫か、最悪大丈夫だな。はいはいはい、出てよ寒天弾。寒天弾そんなに見る人おらんやろ絶対。よく 11% も取ったな、その番組。寒天弾、寒天でそんな1番組作れるだって。毎日寒天食べてますとかだったらちょっとわかるけどさ。毎日すき家行く人みたいな感じで毎日。ちょっとやだな。いや、売り場はいけないもんな。ただ増資できそうなところもないぞ、全然。ここぐらいだぞ。ここでもまあでも行かないよか、マジか。OK。よし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 。あと10カ所なのかな、多分。カウントダウン始まった。どう？お前、増資カードいらねえだろって。俺以外誰も物件持ってねえんだからさ。いらねえんだろって。つか、普通に考えてさ、ビビキュラー取っとの俺に使った方がいいよ。
うん、だいぶ北行ってくれたね。ありがとう。ありがとうではねえな。でもフェリー北海道から繋がっちゃってるから、多分あいつの方がまだ近いよね、下手すりゃ。知らんけど。え、嘘、全部行けないの？ただ行きたい売り場は全部行けないですね。さあどうしようか。最低なレベルだ。この新幹線シールを持ってる間になんとか売り場まで行かないとな。こいつは何なの？一応貧乏神はそれつけようとしてる、それとも興味ないの？どっちなの？でベビーキャラは使うの使わないの？どっちなの？そこでいいじゃん別に。まあさすがにそんなわけないよね。そうか、てかエンマとガキだもんな。どっちもあれする可能性あるよね。乗っ取りくんとか頼む可能性全然あるもんな。あ、いけた、一個いけた。とりあえずダジャレ持っとくか。まあこんなもんか。え、でもそれしかないもんな、これ。とりあえずダジャレ打つでしょ。ダジャレが必中ってのがマジでありがたいな、これ。それは違くね。あ、でも今ブラックとか来られてたら確かに俺は今かなりヤバかったね。うん、かなりヤバかったと思う。一等地とか狙ってみる？ベビキュラーもう逆に利用してさ、一等地とか利用すれば金結果的には増えるよね、結論としてはね。どうなんそれは。まあ、とりあえず打っとこう。一等地さ、持っといてさ、もうベビーキャラあえて使わせる。で、一等地とベビーキャラを携帯しといて、一等、うん、そうだからあいつがベビーキャラ使って俺の所持金超えるじゃん。したら一等地が俺が使えるようになるのよ。したら一等地分もらえる。で、そっからさらにベビーキャラであいつの金を吸う。で、残った分陰陽師でワープ駅で消す。だリニアをそのカード交換とかでも渡しちゃって、あえて。で、ワープさせる、みたいな。ありなんじゃないのそれ。ね、結果的な損したのそれの方が増えるよね、多分。じゃあこれでいこう。うん、これでいこう。とりあえず星音が使って確実に売り場行く。まず、うん、したら二刀流カスタマイズ刀狩りが取れるから、まあベビーキャラどうしようかな。まあ取ってもいいけどな、リアル言うとね。まあ取った方が絶対いいんだけど。これデビルハキン言ってる場合じゃないな。デビルハキンいいや。デビルハキンよか便利系勝ですもんこと。こいつがあのベビーキラーを結局撃ってくるかどうかだよね。なんかね、もうほんとね、なんかそれによってすげえ変わるわ。出た、こんな終盤にもそれやってくんの。いいよいいよ、やろうじゃねえか。まあまあ正直やりたくないけど正直やりたくないけど、俺得ないもんぶっちゃけ。毎回でかいのよ、俺の時なんか。これ、この試合の時、俺出ねえが。13、2番手ってこと？ 2。 いや、1がいいな。おい。あー、いや、3はちょっときついんじゃないか。43度って普通のフロノンドでも結構高い方よ。いや、みんな、なんか、うん、やっぱ5はちょっとあれだけど。やばいな、やばいな、ちょっとやばいな。ふい。おし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 、1はでかい、1はでかい、1はでかい。このペースだと緑と黄色がちょっと今やばいか。お、6いいね、6いいね、6いいよ。18、18 出るか、そんなもん。いや、どうだ、3か。ちょっと厳いか。いや、そこでの1はでかい。いや、お前らちょっと、なんでそんな1出すの。は？ありえんくね？頼む、耐えろ。おー、よっしゃい。9、9、9、9、9、9。よし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 。50度超えてくるとやっぱ急に、あれになってくるね。6。これどうよ。よし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 、なんか奇跡的にいけた。49度リタイアしてくれてるのでかかったな。
やったー、なんか勝てた。あんま、いや嬉しいわ、ごめん、やっぱ嬉しい。やっぱ嬉しいわ。なんか、すごい勝てるな、今回。その、なんか、やつ。いや、やつ。どうしようかな。こいつ何してんの？サミットは違うよな。サミット違うけど、なんか、することなくないか、今。なんか、ベビーキラーであえて金吸わ、吸ってもらうが、なんか一番、あれだよね、現実的というか。どうしようかな、マジで。なんか、することが思いつかねえな。なんだろう、何ができるかな、マジで。ぶっ飛ばしいらないな、俺。使わねえわ。増資か、ちょっと積もしんだよな、多分。ちょっと積もっとくか。売り場入りやすくするようにだよね、ほんとね。早いな、戻るの。ミニってなんか戻るの早いよ、比較的。気のせいかな。なんか2ターンぐらいで戻るんだよね。早いと。お前絶対いただきますか、だろ。あ、でしょうね。でしょうね。知ってたわ。知ってる。知ってるよ。どうしよう、ベビーキャラもう取る？面倒だけど。したら一等地が完全腐っちゃうけど。もういいか。その方が、まあ、安全も安全だよね。うん。まあ、面倒くささはないもんな。取るか？ベビーキャラ。ベビーキャラ取っとくか。いいわ、取るわ。はい。もう一枚。じゃあ、封印だ。まあ、自分が受けたら怖いのを取っておくだよね、正解は多分。うん、結局はそうだと思う。で俺なんか何もしてないよ、俺。今年なんか無駄に長かったけど何もしてないぞ俺。もううつらけっとくか。暇だから。もう暇だから。ひっどいな。お、いいね、いいね、いいね。湯沢増資してくれてんじゃん。あいついいやつだなってことにしておく。そうか、函館と江差の増資しに行けばよかったのか。完全に忘れてた、正直。ただ、どっちか行ければ、もうちょっと積もってるから、行けるのか。そっかそっか、どっちか行ければいいんだ。いいじゃん。それで行こう。ちょっと来年、それやりましょうか。函館と江差増資しましょうか。ね。それやろう。とっととね。いや、あいつの1157億もぶっちゃけなんとかしなきゃなんだけど。どうしようか、あれ。どうやって潰す？陰陽師？陰陽師ワープさせる？どっかで。なんとかなるな。ブラック。